ちゃ、こんにちは。はい、さあ豊かさん、はい、以前この動画でも応募した、はいはい、ノックを受けたい方、悔いを残している方ね、はい、それで思いを断ち切りたい、はい、そうです。動画来ました来ました。もうあの続々と来てまして、まあそう大げさに言うと、いや本当そうなんですよ、まあ、続々とかな、はい、結構来ていましてですね、はい、あの野球経験が浅かった方から野球経験が14年、はいはいはい、という方まで幅広く年齢層も来ているんですけれども、はい、あの皆さんちゃんとご自身の経験談とか、なぜノックを受けたいか、うん、なぜ野球を諦めたか、はい、いやこうちょっとこう目を通しただけでも、はい、目頭が熱くなるようなエピソードもあるし、はい、これは絶対こう打ちますよ、うん、はい、厳選してね、うん、全員かどうかっていうのはまだわからないけども、はい、まだまだ応募してますのでね、ああの、はい、ぜひ皆さん送ってください。あの、はい、いろんなのありますよ。例えば本当にあのイップスになったので、そこからボールを投げるのもバットを握るのももう嫌になってしまって、もう見るのも嫌、見るのも嫌でやめてしまったとか、はい、例えばその他にも高校野球の後エンゼルス、メッツ、パドレスのキャンプにも参加しましたと。足が、ね、動かなくなってもいいからやろうと思ったんですけれども、やっぱりこうプロテストも諦めてしまったとか、あと近畿大会まで出場まで行ったんですけれども、うん、断念してしまったとか、本当さまざまなね、いろんな思いはあるよね、うん、俺だとあるもん、引退試合してないという、だファンの方にお別れを言えてないという、はい、そうです、ね、まあ、そういうのはずっと悔いが残って、まあ、ここまで来てるけどもね、はい、でもこういうことを始めて、うん、そういうメッセージをこう送ることによって応援してくださってた人たちが見てくれてみたいな、うん、はい、まあ、そういうつながりができたからね、うん、まだ良かったけども、でもこういう話をさ、はい、聞いてみんなあのコメント欄見るとね、はい、あ素晴らしい企画、神企画とかさ、うん、応援してくれてるからもう絶対実現するからね、うん、これはね、そうです。ただその時に俺思い出したのが、はい、郷土の後輩の津田恒美、はい、うん、7月20日が命日だったんですよね。涙もろい豊さん、ティッシュもなあ。そうですね。いくつ下だったんですか？2つ。じゃあ地元でもう津田投手の話っていうのはもう聞いてたんですか？その頃から。何が？その頃から。ちょっと強く出ないとダメだけどね。はい。いや、いつから存在をしてたんですか？なんていうの？俺が3年の時にさ。はい。ちょうど試合行った時にね、うん、津田がいて、うん、いやいいピッチャーが来てねって、はい、入ってきてって、でその試合は投げなかったんだけど、3年にもね、うん、あの近まって忘れないけど、はい、あのいいピッチャーがいてね、うん、その控えだったんだけど、まあプロ野球に入ってきてね、ああやっぱ入ってきたんだと思って、甲子園ももちろん行って、はい、まあ、有名になりみたいな、達川さんにねリードしてもらって、お前何弱気になっとんじゃって言われて、はい、まあ、それから弱気は最大の敵と、うん、ね、この言葉は残ってるんだけど、はい、まあ途中でな病気になってな、うん、ね、亡くなってという、はい、まあ悔いが残ってるだろうなって、うん、だからまあそういう思いをさ、うん、ちょっと思い出したな、あ、ね、皆さんの応募のこの経緯を、そう、なんで泣かなきゃいけないんだいや、なんか涙もろいな、本当に。これお前ノック打てないよ、お前豊さんがノック打てなくなっちゃいますよね。いや、本当本当。でも、うん、まあ思い出したんだよ、はい、で、7月20日、ああそうだな、津田の命日だなって、うん、やっぱ郷土の後輩って可愛いからさ、はい、で、そうしてると21日かな、はい、え、21日、20日か、ムクノキ、はい、が郷土の後輩なんだよね、はい、で俺の高校の後輩なんだよ、うん、で津田は郷土の後輩になるんだけど、それがあわやノーヒットノーラン、はい、9回ツーアウト、うん、西まで行って、はい、最後のバッターになるはずだった佐藤の投球がツーストライクまで行ったからね、はい、あ、これはやるなと思ったけど、うん、まあまあ最後にね、うん、まあ、センター前打たれた、あ、でもなんか津田が乗り移ってるような、うん、まあ、そういう思いで感じながら見たけどね、うん、いや、まあ、山口県つながりで山口県の人は少ないかもわかんないけど、うん、まあ、だけどそういう、 こう先輩が見守っててくれたんじゃないかなっていうね、うん、まあ、俺の後輩でもあるけども、なんかそういうつながりを感じながら見てた、あ、そう、あ、そう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 、うん、だから
まあ、そういうのを思い出して、まあ、こう動画にはしたんだけどもね、はい、言えてるちゃんと大丈夫です、うん、いやだけどだからそのなんていうのこういう応募をしてくださる人たちにはぜひともね、うん、打ちたいなノックをな。そうですよね。もう それで本当にね悔いを残さずね、うん、続けて進んでほしいと思うしね。そうですよね。あの現役学生の方もいて野球をやっていたんだけれども今は情報の学校にいて、はい、やっぱりその学業に専念したいけれども、うん、やっぱり野球のことをどこかで引きずってるので、はいはい、ノックを受けてこれで野球のことを一旦スパッともう諦めてその情報の学業に専念したいですっていうふうに送ってくださる。まあ偉いよね、うん、そうやって切り替えるために、はい、でもそこまで野球を好きだっていうのはすごく俺は嬉しいし、うん、だけどそこを一旦切らないと、ね、中途半端になってしまうっていう、うん、自分に気がついてるっていうことがすごく偉いよね。そうですよね。で俺のたかが一本のノックでかもわからないけどもそれで次へ向かわれるんだったらしっかり心込めて打ちたいと思う。貴重な一本にね、ありますよね。それぞれの方の人生の一本になるので、うん、まあそうだね。あの時に打ってもらった一本が次へのステップになったと、うん、あそれがいい方向に向かったっていうんであればね、うん、すごくいいね。そうですよね。ノックバットも買ってきて、はい、祈祷してもらおうかな。そんなのできるんですか。いやわかんない。できるんじゃないの。そうですね。何か皆さんのね、うん、野球神社ってあるんだよ。中野竹神社って群馬にあるんだけど、はい、そこ行ってきてちょっとあれしてもらおうかな。そうですよね。野球地蔵っていうのもあるんだよ。そこですか。うん、それ甲子園向いてんだよ。へえ。あ、じゃあそこ行ってだからその企画をやるときまでに行って、うん、ちゃんとこう気を入れてもらってそのバットに、うん、はい、なんかそこまでやってあげたいよね。そうですね、うん、皆さん本当にあの経緯があのすごく深く思い伝わるぐらい書いてらっしゃるので、ね、はい、プラス例えばプロ行った方でも例えば社会人野球やってる方でも辞めるので豊さんにとかそういうのでもいいんですよね。あ、全然いい。あと引退じゃやってないので豊さんにでもいいんですよね。そうだね。そうですよね、うん、それでもいいよね。そうですよね、うん、何もそのね話を聞いてあげるよ私は。そうですよね。いや本当に最後皆さんに聞いてもらいたい言葉って多分あると思うんだよね、うん、それもあると思うんだよ。そしたら聞いてあげるよちゃんと。あ、じゃあしっかり立ってあのこの動画でよければ、はい、そういう動画を使ってメッセージを流すとかね、はい、それでもいいし、あと全く野球経験はないけれども豊さんのノックを受けたいですっていう方も結構いらっしゃって。いやそれでもいいよ。例えばただその人生の背景がないと、うん、そうですよね、うん、何のためのノックかって。いや趣味でノック受けたかっただけです。じゃあ俺はちょっと困るからね、うん、例えば 今人生すごく岐路に立たされてるとか、ね、すごく今辛い状況にあるんですけど それを打開するためにでもいいでしょう、うん、だから野球だけじゃなくても、うんうん、まあちょっと範囲広げるとちょっとボケるかもわかんないけども、うん、まあ人生みたいな人生みたいなところでちょっとここで切り替えたいっていう人はぜひ応募してもらえればいいですよね。いいですよ。あと女性でもその頃まだ女の子が野球えっていうふうに反対されて野球をできなかったという女の子、まあ、その頃の年でしょ。あ、そんなことない。今そんなことない。今はね、今女子野球すごいですからね、うん、っていう方もコメントで来ていたので。そう、まあ、あの男性女性そう性別問わず関係ない関係ない、うんうん、いいと思うので。いやだから彼氏と別れましたとか、はい、ね、もう切るためにノック打ってくださいとか、それ、まあ、それは採用するかどうかわからないにしても、はい、まあそういうこともありということだよね。例えばの話ね、はい、うんうん、なんだよ。いやもうね、まあ、もう豊さんがなんかお前なんかノック受けたそうじゃない。なんかもう豊さんが今から泣くもう情景が浮かんでしまって。いやちょっと待って、泣く準備はしてない。泣く準備はしてないよ、はい、これは勝手に出てくるわけだからもうしょうがないよ。そうですよ ね、もう叫んでもらってそれに対して豊さんが、うん、そうだよ打つっていう、はい、うん、泣くな完全にその取ったやつはキャッチャーに投げてくるのかな。あ、そうね、そうでしょうね。まあね、まあ、まだまだ募集していますので、そうそう、下に、はい、概要欄、ね、はい、載せてますので、そこから、はい、応募できるようになってますので、大体8月甲子園終わりぐらいかな。いつぐらいまでにしましょう募集は。いやいや募集はもう7月いっぱいぐらいで、おで、まあ、準備期間がいるからさ、はい、そうだな、甲子園終わってから夏休みが終わるまでぐらいでやりたいと思う、はい、
実施を。実施を、はい、でも人数が多かったら何回かに分けなきゃいかんから、はい、まあその時いっぺんにやってもさ、うん、涙が枯れちゃったら困るでしょ。本当ユダカさん脱水症状になっちゃうね。そうだよ、ここまでていくことになっちゃうので。そうだよ、そうですよね。新たにやっぱりこう新しい涙を流さないとね。溜めないといけない。ずる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 鼻すすりながらお前やるよお前。そうですね、はい、こちらも本気なので皆さん の, あの熱い本気のご応募お待ちしていますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい。